はい、翔太です。今表示させているこちらのチャートはですね、BTCUSD になります。BTCUSD、ビットコインドルのことですね。で、このビットコインドルの、今現在表示させているこのチャートの中で、僕の FX 教材の、翔太式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法通常版というものがあるんですけど、そちらの教材の中で解説している、ロジックにですね、きれいにね、当てはまっている、箇所がありますので、ちょっとね、そのポイントをちょっと解説していこうと思います。ただ、このロジックですね、先ほども言ったんですけど、教材としてね、DL マーケットの方で販売している、ロジックなので、すべてをですね、詳しく解説することはね、ちょっと難しいんですけども、ただ、どこでエントリーして、どこで決済するというような、そういった解説は、できますんで、ちょっと、そういった部分をですね、ちょっとやっていこうと思います。でですね、今現在表示させているのは、ビットコインドルの1時間足ですね、こちらは。ビットコインドルの1時間足を表示させております。で、実際に、翔太式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法のロジックが当てはまっている、箇所っていうのがですね、ここになるんですけども、で、実際にエントリーするポイントですね。実際に、すごく適切なエントリーポイントはですね、ここにね、チェックマーク入れてるのが、お見えになると思うんですけど、そこの下のですね、この青色の陰線ありますね、これ。この青色の陰線がですね、確定したタイミングですね。ここで買いエントリーします。ここで買いエントリーして、そして、決済するポイントですね。決済するポイントはですね、利益確定ポイントは、ここにね、チェックマークがあるのが、わかると思うんですけど、その下の、この、陽線ですね。この陽線のですね、この上髭ですね。この上髭で、その伸びている、最中ですね。この辺ぐらいかな。この辺ぐらいで決済に、決済というか利益確定するっていう感じですね。なので、ここから、大体この辺ぐらいまで取れるっていう、そういったロジックになります。で、エントリーポイントなんですけど、この陰線。この陰線が、ここの陰線確定してすぐに買いエントリーするっていうのが望ましいんですけど、ちょっと心配の場合は、ここの陽線ですね、これ。この陰線の次の陽線の、その次の、この陽線。で、この陽線が確定した、このタイミングですね。ここで買いエントリーしてもいいのかなって感じですね。心配の場合は、ここまで見て、で、買いエントリーすると。その代わりですね。ここでエントリーするよりもですね。ここでエントリーするので、あれですね。利益の方はちょっと少なくなっちゃいますけど、でも十分取れるかなって感じですね。で、極めた場合ですね。その翔太式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法のロジックを極めた場合はですね、もっと早くエントリーすることも十分可能ですね。で、その場合はですね、もっとここでエントリーできる感じですね、ここで。ちょっとチェックマークずらしますね。はい、今チェックマークここに動かしましたが、これの上のこの赤色の陽線、が見えると思うんですけど、この赤色の陽線がですね、確定したタイミングですね。
この赤色の陽線が確定したタイミングで買いエントリー、できるかなって感じですね。翔太式オリジナルウォルフのロジックを極めたらですね。だからもっと早くエントリーできるっていうことですね。今回はこれぐらいしか変わんないですけど、でも、もし、ロジックを極めてですね、このポイントで買いエントリーしたらですね、ここからここまでってことになるんで相当、利益取れるなって感じですね。で、話戻しますが、最初の理想的なエントリーポイントですね、この陰線が確定して買いエントリーした場合はですね、損切りの位置ですね、損切り注文の位置はですね、先ほどのロジックを極めた場合に、買いエントリーするって言った、ここの要線ありますね、この要線のちょっと下のこの辺ですね、この辺に、損切り注文、逆差し値決済注文のことですね、逆差し値決済注文を置いとくという感じですね。ここでエントリーした場合ですね、この陰線確定したところで、理想の、タイミングですね、最も理想のタイミングで買いエントリーした場合の、逆差し値決済注文、いわゆる損切り注文の、理想の位置はですね、この安値のことですね、この安値のちょっと下のこの辺ですね、この辺に置いておくと。水平線引きましょうかね。この辺ですね。ここの安値のちょっと下。今、水平線引いたあたりにですね、逆差し値決済注文、損切り注文を置いとくと。で、ここで買いエントリーするんで。で、利益確定の、タイミングはですね、この辺って言いましたけども、それはですね、なんて言ったらいいんですかね。それより前で、利益確定してやってもいいんですけども、このタイミングがですね、ロジックに従って、引けるラインというのがあるんですけど、そのラインに、タッチするポイントなので、ここが。なので、そのロジックに従って引けるラインに、タッチしたら、利益確定っていうロジックなんで、ここまで引っ張ってやるっていうのが一番いいんですけども、でもここまで引っ張れないと、ちょっと長いなと感じる場合はですね、ここの安値ですね、安値じゃない、ここの高値ですね。ここの高値、ここですね。この高値まで上昇してきたところで利益確定してやってもいいかなって感じです。でも、結構その勝率も高いロジックですし、バシッと決まってくれるポイントは本当にバシッと決まってくれる、ロジックなので、ちょっとこの高値で決済する、利益確定するっていうのはちょっともったいないかなって感じですね。やっぱりその、翔太式オリジナルウォルフのロジックに従って引ける、とあるラインですね。とあるラインにタッチしてきたこの辺ですね。この辺で、やはり利益確定するっていうのが、望ましいかなと。ロジックの旨味が出てくるかなって感じですね。そんな感じです。で、ちなみに、ロジックをね、極めた場合は、この辺でエントリーできますよって言ったじゃないですか。その場合の、損切り注文は、どこに置いとくのが望ましいかというと、ちょっと水平線、ちょっと動かしますが、この辺ですかね。この安値、ここの安値のちょっと下、この辺にですね、損切り注文を置いとくのがいいかなって感じですね。
ロジックを極めた場合に、エントリーできるといった、このポイントでもし仮エントリーした場合に、置いておくべき損切り注文の位置はこの辺ですね。この安値のちょっと下のこの辺。目標の利益確定ポイントはまあ同じですね。この辺。ということになります。まあ、これは極めた場合の場所なんで、基本的にはまあここですね。この陰線がまあ確定したこのポイントでまあ買いエントリーして、でこの辺で利益確定する。損切り注文はこの辺ですね。この辺に置いておくと。非常にリスクリワードもですね、非常にいい。ロジックになってますね。リスクはこんだけ、それに対して、リワードはですね、リワードはこんだけということで、まあ、非常にリスクリワードのいい、損傷利大のトレードが、まあ、できるという感じですね。まあ、今回その、まあ、BTCUSDビットコインドルの、チャートでですね、翔太式オリジナルオルフ波動トレード必勝法の、ロジックがですね、ここでも非常にこう綺麗にね、こう、まあ、当てはまって、いたので、ちょっと、このポイントをもとに、ちょっとロジックについて、解説させていただきました。もしこの翔太式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法のロジックに関してですね、まあ興味があると、まあぜひ、学んでみたいと、ロジックについて学んでみたいと、極めてみたいというふうに、思った方はですね、まあ DL マーケットの方でね、販売してますんで、よければ、そちらからね、教材の詳細などをですね、お確かめいただけたらと思います。はい。もし今回の動画がですね、まあ、参考になったなと、役に立ったなと思っていただけたらですね、動画の、高評価や、あと、動画の、シェア、共有ですね、周りの方々や、ご自身の SNS やブログなどで、シェアしていただけると嬉しいです。あとチャンネル登録などもしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画以上になります。ありがとうございました。僕の LINE アットではもっともっと役立つ革新的な奥深いトレードノウハウやロジックを教えています。また僕の LINE アットを友達追加していただいた方には FX の元手資金や勉強代を無料かつノーリスクで3万円から10万円ほど貯めることができる無料プレゼントを差し上げております。人によっては1ヶ月で40万円くらい